はい、お元気さまです。久留米市中の平です。ちょっと今日パソコン壊れちゃってですね、ちょっと新しいパソコンの方で、やることにしましたので、ちょっとなんか違うなと、なんか頭の位置とかなんか違うぞっていう感じであるかもしれませんが、よろしくお願いします。はい、ということで、今日はですね、西南福大とか熊大、広島大学、まあその辺を考えている人たちように、まあ、明線高校生が全員知らないっていうようなやり方ですね。はい。私もちょっとびっくりしたんですけれども、まあ、うちの生徒だけなんですよ。こういうやり方やってるのは。うちの生徒だけで、まあ、明線高校生誰もやってないんですね。というのは一体何なのかっていうと、すべての明線高校生が通っている塾や予備校では、こういう指導は一切行われていないっていうことですね。はい。ということで、来年の1月の、共通テストは過去最悪の試験になると思いますので、まあ、さすがの明善高校生であったとしても、旧大を受ける予定だった明善高校生たちいっぱいいるんですけれども、まあ、熊大とか広島大に落とさないといけなくなると思うんですよね。うん、過去最悪の共通テストが来年の1月行われる予定ですので、私の予定ではね。はい。なので、その時におそらく地獄を見るのが明善高校生、唯一、明善高校生だけが地獄行きになると思うんですよね。はい。で、久留米高校の生徒たちとかは学校の方でちゃんともうその辺の指導は行われているわけですよ。だけど、明善高校生だけは何かっていうと、院生を強制選択なんですね。はい。で、久留米高校の生徒たちなんかは、現代社会とかをやりなさいと、院生じゃなくて現代社会やりなさいとかいうような形で、もうそういうふうなですね、学校を挙げて、こう、なんていうかな、院生が危ないっていうようなことでですね、やってるわけで、まあ別に院生自体が危ないんじゃなくて、もう来年の共通テストそのものがやばいから、やばいんだったら、もうちょっと院生はやめとこうっていうようなところですね。はい。ということで、今日はその内容に入っていきます。で、まずですね、前回にも見せたと思いますが、この時にちょっと触れたと思います。はい。今から10年前の試験ですね。まあ、今年から見ると9年前の2013年の1月に行われた過去に2番目にひどかったセンター試験ですね。の内容なので、だいたい今年の内容を見るとですね、今年の共通テストとこの2013年1月の、センター試験がほとんど一緒だなという感じだったので、ああ、9年周期でやってきたなということは、この年の次の年ですね、過去最悪だったセンター試験、2014年の1月に行われたのと、来年の1月に行われるか、共通テストがおそらく過去最悪の内容になるなというのは見通しなんですけれども、はい、ということで、これでですね、すごくやっぱりこの子はすごく落ちこぼれていたんですけれども、まあ、取れてます。とてもじゃないけどね、熊大とか届かないというぐらいの子だったんですが、熊大に合格してます。で、熊大に合格した理由は何かっていうと、臨性じゃなくて、この子、臨理で受けてるんですね。で、私のところに相談に来てましたので、ああ、もうそれはもう、熊本大学だったら臨理で受けられる、まあ、あるいは政治経済で受けられる、別に臨理政治経済で受けなくちゃいけないんじゃないと、ね、それで受けなくていいよと。ということで、まあ、この子はですね、もう数学が苦手っていうことで、まあ、数学、80、91点か、まあ、取れてないわけですよね。まあ、当時、センター試験だったから取れてたんですけども。はい。ということで、政治経済みたいに計算問題が出てくるのはちょっと苦手だということで、臨性の方でやった、あ、倫理の方でやったんですね。ただ、倫理も72点取れたので、もう、明善高校でもうみんなからちやほやされてたわけですよ。こんなに点数取れてよかったね、みたいな感じでですね。もう、国語なんか最悪、過去2番目ぐらいに最悪の年でしたけど、この子、国語が得意でしたから、国語もめっちゃ取れてますよね。はい。ということで、この子はもう、ホクホクでした。で、何かっていうとですね、よこしょ。何かというと、この子以外は全員臨性で受けてたんですよ、明善高校生は。つまり、明善高校生が通ってる塾や予備校では、ね、こういうふうに臨性は危ないから、臨性じゃなくって、倫理にした方がいいよとか、政治経済にした方がいいよとか、現代社会にした方がいいよっていうのは指導が一切行われていない。というのが分かるわけですよね。うん、だから、そんな全員9大受けるわけじゃないですから、明善高校生といえども、明善高校生であったとしても、9大受けるのは本当に一握りの生徒たちだからですね、ほとんどの生徒はやっぱり9大以外を受けるわけですよ。そうすると、臨性いらないわけですよね。で、臨性というのは、倫理と政治経済と2つやらなくちゃいけないから、ね、この子がやったように、倫理だけっていうような勉強の仕方も2倍勉強しないといけないんですよ。大変なことなんですよ。だからもう倫理だけにしときなさいっていうことでね、この子はそういうふうに受けさせました。だからもうこういうふうに高得点が取れるわけですね。はい、ということで今日の内容入ってきます。さあ、ということで今日の内容なんですけれども、大きく3つ。はい。
倫理政治経済を選択している明善高校生は、おそらく今年浪人するよねというような話ですね。で、2番目、で、久留米高校は林政をやらせないで、まあ、現代社会をやりなさいというような感じで指導しているわけですね。まあ、今年はちょっとよう分かりません。はい、で、明善高校生も、私はこれで、ね、9年前ぐらいからもうめちゃくちゃ言ってましたから、まあ、おそらく他の塾や予備校なんかも一斉に、その明善高校生に林政やばいぞっていうようなことは指導してあるものだと私はちょっと信じたいと思うんですけど、まあ、無理かなというところがですね、あるんですが、はい、で、3番目、林政をですね、どうやって勉強したらいいのかですね。林政をやっていくんだけど、やっぱり途中でやっぱ倫理でいいかなとか、政治経済でいいかなとかいうような感じで、途中で変えてしまうっていうようなことがあるんですけど、こういう時に、まあ、能率効率の悪いやり方をすると、やっぱりやられてしまいますから、はい、やっていきましょう。さあ、ということで、よいしょ、ほら、よいしょ。はい。まずですね、まあ、林政が必要な大学っていうのを考えてもらうと、九州大学と熊本大学の法学部のみです。はい。熊本大学の他の学部は、林政じゃなくても受けれます。で、広島大学の総合科学部、国際競争学部、で、あと教育学部の中に6個くらいですね、そういう林政じゃないとダメっていうコースがあるんですけど、ほとんどの場合、広島大学の場合も、林政じゃないとダメっていうことはないです。ということでですね、まあ、ほとんどの大学では林政いらないなっていうことで、まあ、林政に関しては、やっぱり倫理や政治経済、現代社会の2倍の勉強量があるので、非常にですね、不利になるんですよ。うん。だから唯一、九州大学の生徒がね、九州大学の法学部を狙っているっていう生徒が、ああ、これ共通テスト、えらい難しかったということでですね、やっぱちょっと熊大で落とそうかなっていうんだったら、これは成立します。はい。ね、熊本大学の法学部だけはやっぱり、林政じゃないとダメだから、まあ、この場合は成立するんですけど、九州大学から熊本大学や広島大学に落とすと、ね、不利になるんですよ。なんで不利になるのかっていうと、よっこいしょ。はい。まあ、みんなですね、林政以外を出してくるからですね、さっきのこのようにですね、はい、倫理で出すとか、政治経済で出すとか、ね、現代社会で出すとかいうふうになるわけですよ。はい。ということで、まあ、林政の選択肢に関しては、熊本大学や広島大学よりも、九大よりですね、熊大や広島大の方が難しくなるよっていうことです。はい、ということですね。じゃあ、九大、ああ、もう九大無理か。よし、じゃあちょっと確実に合格する広島大学や熊本大学にしとくかとか言ったら、なんの熊本大学や広島大学に落ちちゃうじゃないですか。これ一体何なのって言ったら、みんな倫理で受けに来たとか、みんな政治経済で受けに来たとか、いう形でめちゃくちゃ高得点を取ってくるんですよね。うん。だから、非常に厳しいということですね。で、西南とか副大を受けるような場合でもね、やっぱりその倫理、政治経済を受けるんじゃなくて、他を受けてた方が、その西南副大に出す社会の点数が上がりますからね。これで、ただでさえですね、社会に対して倫理、政治経済とかめちゃくちゃ勉強時間取られると、まあ、不利になるよっていうことで、まあ、久留米高校の生徒なんかがですね、まあ、今、久留米高校の生徒なんかが、今はどうかわかんないけれども、まあ、一時期ですね、林政から現代社会にしなさいっていうことで、学校の方で一斉に現代社会がブームになってたんですね。はい。というと、まあ、広島大学にですね、あるのが、広島大学にあるんですけれども、まあ、そこにですね、現代社会か、倫理政治経済のどっちかを選んでくださいっていうのが11個あるわけですよ。ということは、まあ、倫理政治経済を受けないっていう場合は、現代社会で受けれる。まあ、こういうパターンの大学ってあるんですよね。だから、倫理政治経済じゃなくても、その倫理政治経済の半分の勉強時間で、現代社会で受けれるじゃないかっていうことですね。昔、九州大学そうだったんですよ。だから私の教え子は、九州大学を受けるときには、倫理政治経済じゃなくて、現代社会で九州大学に合格してました。はい。まあ、そのやり方をですね、久留米高校はやっぱり、受験シフトで教えてるんですね。はい。ということで、久留米高校の場合はですね、最初からもうそういうふうにその九州大学を受けないというような生徒たちは、もう基本的に倫理政治経済はいらないわけですから、まあ共通テストの点数でですね、まあ九州大学にどうしても出すんだと、ね、どんなにひどい点数を来年ね、来年1月はひどい点数になるのはもう見えてるんですけど、来年の1月のその共通テストがどんなにひどい点数であったとしても、俺は九大に出すんだと、浪人するんだというようなね、
ダメだったら浪人なんだと、絶対に下げたりしねえぞというような生徒は、まあ、例外としてですよ。うん、まあ、例外として、まあ、臨性で出すんじゃなくて、まあ、倫理や政治経済とかそういうふうにやったらいいねという話をしております。はい、ということで、臨性をですね、途中から倫理とか政治経済に変えるっていうのが、まあ、これから起きると思うんですけど、その勉強をちょっと解説しておくとですね、はい、倫理と政治経済をそれぞれ中途半端に勉強しないようにしましょうということです。はい、ということで、これ中途半端にやるとダメなんですよ。じゃあどうやるのかっていうと、まず倫理だけを全部完璧にやると、100点取れるというふうにやるか、あるいは政治経済を100点満点取れるようにするか、そういうようなことから始めましょう。それをやった上で、残り時間がちゃんとあるならね、あ、じゃあもう一つもやろうかと、二つともやろうかというふうにやればいいんですよ。で、それがね、中途半端に、まあ、倫理も50点勉強した、はい、政治経済も50点勉強した、あら、そこで時間切れになっちゃった、はい、九州大学に臨性50点で出しました、受かるわけないんですよ、そんなのは。じゃなくて、倫理だけをとりあえず100点取れるようにすると、まあ、せめて80点、90点取れるようにして、そして、倫理で、まあ、政治経済間に合わねえや、あっちゅうなことであれば、政治経済はもうやらなくて、倫理だけで出せる大学を狙うとか、そういうやり方ですね。はい、臨性以外の受験生はそうやって高得点で狙ってきますから、ちゃんとそれに対抗できるだけの高得点を狙わないとダメですよ。はい、倫理だけ50点、はい、政治経済も50点、さあ、今度は60点、60点狙っていこうみたいにやってると、ああ、時間切れになっちゃった、やったらもう絶対に九大とか受かりませんからね。まあ、熊本大学の法学部とかも受かりませんから、よろしくお願いします。はい、ということで、言いたいことは以上でございます。よろしいでしょうか。ということでですね、まあ、当然皆さん、塾や予備校に大金払ってますから、こういう話聞いてますよね。はい、倫理、政治経済だと、やばいぞっちゅう話はですね、ちゃんと指導は受けてるだろうと思います。はい、ということで、まあ、熊大に下ろすならいいんだけど、広島大学の法学部に落とした場合には、これはもうダメですよ。アウトです。はい、もう熊大の法学、広島大の法学部の方が、九大の法学部よりも難しいっちゅうことはありえますからですね。はい、そういうことで、臨性を使わなくてもいいっていう、広島大学の法学部とかに下ろした場合には、やっぱり倫理とか政治経済とかで100点満点狙っている子たちが、広島大学第一志望という子たち、いっぱいいますからですね。とてもじゃないけど、九大から下ろした生徒たち、歯が立たないですよ、そういう子たちには。はい、ということで、最後まで聞いていただきありがとうございました。気に入っていればチャンネル登録お願いします。下の方に私のブログ、お便りシート、電話番号がありますので、よろしくお願いします。はい、ということで、以上です。